新しい冒険のことを一日中考えていたり、真っ暗になるまで友達と腹っぱ駆け回ったり、好きな女の子のために眠れない夜があったり、誰もがなんとなく行儀よく物分かりのいい顔つきで生きてる近頃、僕にはなんかそんなことの方がとっても大切に思えるんだよな。生きてることをもっともっと楽しみたいから、僕はトム・ソーヤになろうと思う。おーい、トム・ソーヤ。カップヌードル。日清パワーステーション。タイトルがすごいです。タイトルがですね、なんと新春オールスター夢の共演、究極のロックオーケストラがやってくる。もう総勢ですね、一流ミュージシャンがですね、何百人とこの日清パワーステーションに、100人ですか、100人が日清パワーステーションのために集まってくれました。本当にどうもようこそ。ね、でもこのコンセプトは爆風スランプの皆さん中心ということで、仲間たちが集まってくださったんでしょう。友達に電話かけたかけた。はい、電話が大変でした。ロック界の縮図を今日は見ていただきましょう。ということで、新春らしく賑やかにお送りしたいと思います。最後までお楽しみください。日清パワーステーション。この番組は美味しさは世界の言葉、日清食品の提供でお送りします。さて、新春オールスター夢の共演、究極のロックオーケストラがやってくる。いよいよオープニングです。トップにふさわしく、ステージにはとっても華やかな女性が登場しました。そしてそれを純情そうな青少年たちが取り巻いております。それでは千脇真由美とトンナンシャーペイの、ユニット、名付けてザ・シェイク・イット・ウォーター・シーズ、やりますわ、ザ・ビートルズメドレー。 Oh yeah。Seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly
I'm not as the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to call, I don't know, she wouldn't say. I said something. には先ほどと打って変わりまして、アコースティックギターを抱えた青年たちが何人も並び始めました。皆さんお楽しみください。バンド名は特にありません。俺たち音楽仲間、左から宇宙伝のケラ、関口誠、天宮亮、トップスのダグマ、そして爆風のパッパラカワイでお届けします。オールニーズメドレー、ワン、ツー、スリー、ホイ。あなたは稲妻のように私の心を引き裂いた。燃え尽きた心を震わせて立ち尽くす一人雨の中。You're rolling thunder. 突然過ぎた。You're rolling thunder. ない別れの言葉忘れない。あなたが残していた傷跡だけは。浴衣の君は。すすきのかんざし、熱燗とっくりの首つまんで、もう一杯いかがなんて妙に色っぽいね。悲しいことがあると開く川の教師、卒業写真のあの人は優しい目をして、
されて変わってゆく私をあなたは時々遠くで叱ってあなたは私の青春そのもの Wise men say Only fools rush in But I can't help falling in loveLike a leaf of flowers showered to the sea Darling, so it goes Some things want me to be Take my hand Take my whole life too Like aFalling in love with you Fall in love with you As I walk alone I wonder What went wrong with our love A love that was so strongAnd as I still walk, I think of the thing we've done together. Where are the we all young? I'm walking in the rain, the pouring out of inner pain. Rushing you all behind me to end this misery. I wonder.She will stay my little runaway. Oh, run, 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 run away. 君は僕より年上と周りの人は言うけれど、なんて言ったって構わない。僕は君に首だけ知っても君を離さない。地獄の底まで。Rock and roll tonight.
バレット。それではスーパーファンクセット、メンバーはアルトサックス沢井源氏、テナーサックスルックのチープ広石、トロンボーントップス工藤隆、トランペットトップス寺内茂、トランペットトップス川崎純一、パーカッションピンクスティーブ江藤、キーボードピンクホッピー神山、ドラムスファンキー末吉、フロム爆風スランプベース江川法人、フロム爆風スランプギターレベッカのサポートメンバーで是永光一、ボーカル&ギター宇治木剛、アンドボーカルバブルガンブラザーズ、ブラザートム&ブラザーコン、そしてボーカル44マグナム梅原達也。やります、曲はスーパーファンクメドレー。Okay.
これは決めた。日清パワーステーション、はい、呼び込ませていただきます。これはですね、曲がなんと、Earth, Wind and Fire の、宇宙のファンタジー、そしてですね、それを歌ってくれる団体はですね、団体の名前は名付けて圧力団体ということで、メンバーを紹介していきたいと思います。それではトップス山際よしこ、トップス立野恵理子、トップス三井正宏、トップス拓磨明、トップス早稲田達彦、トップス堀尾哲二、トップス川崎純一、トップス、寺内茂、トップス工藤隆、トランペットホーンスペクトラム新田一郎、ホーンスペクトラム金崎純一、ホーンスペクトラム吉田俊幸、そして流動組の金国光。これじゃただのトップスじゃないか。圧力団体宇宙のファンタジー。 Every man has a place, in his heart there's a place, and the world can't erase his fantasies. He can ride in the sky on a ship by the side.Right away, and we
また会おう。上はさっきよりはよかったね。おやった見ろ、ちょっと珍しいものを見せてやるぞ。お前らに悪魔から汗が出る場合。出ました、汗が出ました。ステージにはフルバンドが登場しました。信じられないような豪華なメンバーです。トランペットホーンスペクトラム新田一郎、トランペットホーンスペクトラム金崎純一、トランペットトップス川崎純一、トランペットトップス寺内茂、トロンボーン谷圭、トロンボーン吉田俊之、ホーンスペクトラムトロンボーントップス工藤隆、サックス沢井源氏、同じくサックス金国満、流動組、サックスチープ広石ルック、アコースティックギターパッパラ河合マクスラップ、ピアノが小島よしき、元クワタバンド、そしてベース同じく元クワタバンドたくまじ、トラムスは村上ポンタ秀一、ポンタさんこんにちは。ここ急がなきゃいけないんだ。ですね、ボーカルは銀行、そしてボーカルトップス山岩よしこ、そして私バグスはサンプロの中の以上、藤山オールスターズでお送りします。 A 列車で行こう、 Take the A Train。
紹介いたします。今度もグレートです。次は、あれでちょっと待ってくださいね。先ほど、登場していただいた、谷圭さんですが、今度は次のユニットで歌を歌っていただきます。谷圭さん、とりあえず、おいでください。では、メンバーを紹介いたします。バクースランプからは、私ファンキー末吉と。ベースに江川邦人、そしてギターにパッパラーかわいい、キーボードピンクからホッピー神山、同じくピンクからパーカッションスティーブ・エト、早い話バップガンなんですよね。昔こう僕たちはバップガンというバンドを組んでまして、そして、ギターに素晴らしい人を呼んでおります。鈴木健二。健二はですね、ロンドン行っちゃうんだよね。そう、2月からね、もう帰ってこないかもしれない。ロンドンに移住しちゃうんですよ、健二は、ね。ギタリストのくせにカラオケが大好きな変なやつですけれども。そして、これは素晴らしいゲストです。オスマン・サンコンさん、キャンケイ&ミスマッチでとってもズーズーしいやつメドレあること、例えばね、満員電車の筋詰めで触れ合う彼女の白い目に思わずギュッと握ったら隣の親父が痛がった。あんた誰？いやー参った参った参った、全く、yeah!
一人暮らしのアパートへ帰ってみたら人の影。あんた誰？ふざけんなこの野郎め！ガチューン。どうもありがとうございました。どうもありがとうございました。谷圭さんにもう一度大きな拍手。オスマン三高さんに大きな拍手。続いてはパッパは河合さんのプロデュースということですが、ステージにバイオリンやハープが登場しましたよ。そして登場したのはなんとこのお二人です。ハリードランバルです。ドン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 。前田グループです。ということでジョイポップオーケストラでエンジェルダスト。音を聞いていた
カップヌードルトムソーヤインタビュー。作詞家の秋元康さんにトムソーヤについて語っていただきました。時代の詐欺師秋元康です。トムソーヤというのはですね、常に僕のベースにあったものだと思うんですけども、いつもなんか未知なものとか隠れ家とかどっかに冒険に行くっていうのが非常に好きで、小学校ぐらいの時かな、家の近くに隠れ家を作ろうと思って友達と延々2ヶ月ぐらい穴掘ってですね、近所の人たちに大目玉を食らったことがあるんですけど、その時の穴を掘り続ける力みたいなものが、例えば海外旅行へ行くとか新しい仕事にチャレンジするとか、いつもなんかそういうワクワクさせるものに対して貪欲になったんじゃないかなと思うんですね。ニューヨークでビッグリバーっていうブロードウェイのミュージカルがあるんですけども、それを見た時も、ああここになんか僕の原点があったのかなっていう、それを非常に強く感じまして、もう一度読んでみようかなと思ってるぐらい、そのトム・ソーヤっていうのは好きなものです。ですから僕が結婚して、子供を生まれたら、まずトム・ソーヤの話をしてあげたいなと思ってます。おーい、トム・ソーヤ。カップヌードル。1988年第1回の日清パワーステーション、今日はお正月気分いっぱいのライブ、新春オールスター夢の共演、究極のロックオーケストラがやってくる、その第1夜を FM 東京ホールからお送りしましたが、曲をご紹介いたしましょう。まず最初は The Shake It Water Season でビートルズメドレー、僕たち音楽仲間によりますオールデイズメドレー、スーパーファンクセットの本当に賑やかなスーパーファンクメドレー、圧力団体の宇宙のファンタジー、藤山オールスターズで A 列車で行こう、谷圭&ミスマッチでとってもズーズーしいやつメドレー、そしてジョイポップスオーケストラでエンジェルダスターお聴きいただきました。第1回ということでね、にぎやかにお送りいたしましたが、本当に1988年も皆様、日清パワーステーションをどうぞよろしくお願いいたします。そして来週はこの新進オールスター夢の共演、究極のロックオーケストラがやってくる第2夜をお送りいたします。今日とはまた違った豪華なメンバーでお届けいたしますので、どうぞお楽しみに。ご案内は宮崎のりこでした。それではまた来週。日清パワーステーション。この番組は美味しさは世界の言葉、日清食品の提供でお送りしました。